どうも皆さんこんにちは、フェリシティです。タタンソフトの日焼けの思い出の日めくりモードを毎日プレイし続けて67日目、2023年3月8日です。始めます。昨日の終わりに雪よけで1週間もすれば自転車にという話しましたけど、これはもう乗れる人はすぐ乗れるでしょうね。ただちょっと、これは簡単かもしれない。クロスバイクを乗るのにはちょっと、ものすごく自転車が汚れてしまうので、あまり現実的ではないので、シティサイクル、いわゆるママチャリの方に乗りたいんですけども、ちょっと、自転車を改造しようと思って、改造っていうか部品を交換して、いろいろやろうとしてるところなんですけど、まだ部品が届かないので、もうちょっと後になるかもしれませんね。完成の暁には、何年か前に撮った動画と合わせて、やっと一つの動画にしようかなという感じですね。正直、雪解け直後の道路は、北海道って、滑り止めのために、道路とか歩道に砂撒いてるんですよね、冬。だからもう、ザラザラの道なんです。なので、すぐに乗ると、泥と砂でまみれになってしまうんですよね。自転車がというかもう、クロスバイクの場合、泥除けつければいいんですけど、めんどくさいので、泥除けつけないと、背中と頭に砂が舞ってしまう状況になるので。どこですか？さて、今日紹介する2022年に購入し、入手したサタン、今日は購入でもいいのかな？サタンソフトは、今日は、プラドルディスクデータ編、レースクイーン F です。どうぞ。本日紹介する2022年に入手したサタンソフトは、プラドルディスクデータ編、レースクイーン F でいいのかな？特に、書いてないですけど、この辺は。このプラドルディスクのシリーズもいろいろ出てますけど、そのうちの一つです。こちらは、まっとうな製品版ですね。結構最近、ディスクのみ購入ソフトが増えてたので。こちらは、あれですね。ホビーオフ、ハードオフなどで購入した動画にも登場したディスクです。なので、ホビーオフかハードオフで購入したものですね、これ。そうですね。デジタル写真集データベースとなっています。写真が入ってた。これは、確か、ホビーオフ、ハードオフの動画でも、多少説明。これはこの人なのかな。さすがに、この日めくりモードのような、に出てる方のように、名前が載ってないってことはないですね。ちゃんと名前載ってますね。このプラドルディスクのシリーズは結構、ものによってはすごく高くなってるディスクもありますよね。1650円ですね。本日紹介した2022年に入手したサタンソフトは、プラドルディスクデータ編、レースクイーン F でした。でしたそれでも結構早い方ですね。あれですね、紹介動画の尺を短くしなきゃいけないパターンですね。また明日ね。ドンブラザーズは、あと1話となりました。なんとか我慢して1話だけ見ました。最終回は明日見ようと思います。それでは、また明日お送りします。
ありがとうございました。